あの僕ちょっとね、あの釜石さんに実は前から聞きたいと思ったことがあるので、ちょっとここで聞きますけど、その釜石なんか特に典型なんですけど、町港側半分はすごく被災してて、奥半分は全くこう手つかずで残ってるじゃないですか。そういう状況、まあ、集落でもこうね、海と、そういうところのこう感情的なものってどんなものなんですかね。あ、いや、震災からすぐ後はかなり生々しかったですよね。感情的な対立じゃないんですけど、まあまあ、残った地域に対するジェラシーみたいなものだとか、あとはその残った地域の人たちからすると、あのこれは商売やってる人じゃなくて家のある人なんですけど、支援金 入っていくらもらったから言えるみたいな、いくらもらったんだって真剣に聞く人もいましたし、まだ物もらってんのかみたいに言う人もいましたし、あのこう言えば今度は別の方で返すみたいな感じの、まあ、感情的な言わなくてもなんかそういう、だからあのあっちの方にね、あの被災してない地域に行きたくないとか、逆に被災してない地域の人たちは、ああもうお金なくて行ってられねみたいな、釜石の人は釜石のことをお互い知らなくてどうするんだって、それでね、あの本当に一つになってね、復興できんのかっていうのはね、私も後からなって思ったんですけど、私もちょっとあのおかしくなったんで、一時的にね、1ヶ月ぐらいちょっとあの誰とも話したくないようになったんで、あれだったんですけど、ありましたよね、そういうのは。ですごいあの西側の地区なんですけど、残った地区がそっちのお店をすごい繁盛してるわけですよ。まあ、そうです、復興特需みたいな、そうですね、もうどこ行ってももう混んでるみたいな、方やあの被災した地域で結構いい商売してた人はそれをクソみたいな感じで、やっぱり見てたようなとこありますよね。まあ、釜石に限らないですけどね、海側の方がまあ大体繁華街の街が多いですからね、で奥の方に行くと で寂れてるっていう、そういう意味では大槌の方がそういう感情の対立が少ないかもしれない。大槌はもう商店街とか住宅街の中心部全部やられちゃったので、残った地域は本当にあの農業だとか、奥の方の地域だとちょっと対立があんまりねなかったように感じるんですけど、まあ、その辺の感情的な部分っていうのは、まあ、だから町だけじゃなくて、その集落元とかそういう小さなところでもすごくあるってことですよね。お互いのこう感情的な、同じ集落の中でも、今はどうなんですか。今は、まあ、仮設店舗もできましたし、あとその全部支援があったわけじゃないんですけど、個人事業主で商売やってた方にもあのいろいろ支援があの出たんですよね、その後ですから、まあ、再建はねしてますけど、前ほどではないにしてもやっぱり、まあ、仮設店舗も2年ですから、2年でしたか、もっとだったかな、まあ期限があるので、その後どうしようかなっていうのも多分で、町づくりが見えてこないとその焦点をどこに構えたらいいか分かんないっていうのと、あとあの釜石は大槌の方も商圏なんですね。大槌のお客さんが結構あの来てるお店もあったので、そういうことを考えると、果たしてあの被災してない大槌から遠い地域の方に店を持っていいものかどうなのか、あとその中心部の町づくりがどうなるのかっていうのが見えてこないと、どこにお店をやって建てて再建していいのか分かんないっていうのは一番の今多分悩みだと思います、商店の方の、まあ、中ぶらりんな状態です、中ぶらりんですね。であの、まあ、仮設店舗が、まあ、できたからあのまず落ち着いた、でも それが、まあ、仮設住宅もそうなんですけど、それがゴールじゃないので、あの、まあ、そこに入ってしまったから安心っていうことじゃないので、これからですよね、本当にこれからだと思います。釜石とかだと、その泥棒とかだと家建てる場所もないじゃないですか、土地がないみたいな感じなんですけど、はい、釜石とかはその津波にあった場所以外に家を建てる場所ってあるんですか。でも釜石はね、谷でずっと奥まで続いているので、まあ、あるっちゃあるんですけど、中
中心部からだんだん遠くなるし、中心部から遠くなるし、あとやっぱり被災してない地域の土地の値段とか家賃も上がったんですよね。あ、だからその仮設住宅を出た後、補助なしに家賃みんなが払って住んでいけるかっていう、復興住宅も集落によっては建つんですけど、そういうのはありますね。心配は絶えず、で最近仮設住宅に住む方も根こそぎもう全くない地域があるので、室浜っていう地区もあるんですけど1軒しか残ってなくて、であとは仮設住宅に入ってる地域とかもあるんですね。であとは根浜地区だとか、ただどうしてもその仮設住宅に入居してる方に取材に行ってお話を聞くっていう機会があったんですけど、今はもうほとんど高齢者なんですよ。もう60代でも若い方かなみたいな、で息子さんだとかが一緒にいる人だと、息子たちと一緒にとかってなるんでしょうけど、その高齢者の夫婦とか一人暮らしだと生きてる間に帰れんだべかとか、どうなんだべとか、家もね、どうやって、そう、お金もどうやって出して建てようかとか。で釜石に限らず結構田舎の人って土地に対する執着が強いので、男性は特にそうなんですけど、家を建ててあるんですよ。60過ぎた70過ぎてもまた建てたいっていうのは旦那さんなんですけど、奥さんは、奥さんの方はでも、いや、いろんな考え方あるよね、周りすることも考えないとね、アパートとかも考えないとねみたいなこと言うんですけど、男性はね、やっぱりその地区であれどこであれ、もう土地を持って家を建ててなんぼっていうのは結構あるらしくて、でボランティアも行ってみたいけど、私なんか行っても忘れまといだしとか何にもできないし、結構いるんですよ。みんなそういう国に行ったりって結構いるんですよ。で、まあその被災地の人たちから見て、その、東京とかね、被災地以外の人たちにどういうことをしてほしいのかとか、なんかそういうのってまあこうなんかあるもんですね。強いてのはお金ってのはもちろんあるんですけど、今まあ結構宿泊施設があんまりなくて、泊まるっていうのは結構難しいと思うんですけど、一時期はなんか本当に震災の直後、4月とか5月とかは県外ナンバーの車が来て写真撮ってるだけでなんか向かってきたって言ったことも、私の半分になんかピースサインするなよとかあるんですけど、もう 今この11ヶ月ですよね、お店とかもだんだんね、再建してるし、できればもうどんどん来てもらいたいですね。もう観光でも遊びでもいいので、ボランティアの方は今片付けとか大方ね、大体大人数でなんか作業しなきゃないって単純作業っていうのはある方ね、終わりつつありますんで、いずれなんかもう寒い今来いとは言いませんので、春ぐらいに暖かくなってからね、こうどんどん来て見て、で、できればいろんなところに行ってもらっても、町の中心部だとかそういうところだけではなく、いろんな集落とかに行ってもらって、で、見てもらいたいですね。話すとこまでってなるとなかなか結構、気を、ね、使っちゃったりする部分もあると思うんですけども、でも意外と話してくれますよ。その辺に歩いてるばあちゃんとかとつくまれるの結構ね結構話してくれるもんですよ。話してもいいもんですかねっていうふうにやっぱり外から言ったものは思うかもしれませんけど、だからもう普通にもうなんかこんにちはって言って、なんていうかあんまりこうチャラチャラしたこう態度で多分ね、あんまり気を使いすぎるのもあれだし、自然に本当にその感覚難しいですけどね。だから私最近被災者っていう言葉がすごい最近嫌いなんですけど、嫌いっていうか違和感感じるんですけど、もう人と人が付き合うと思って行ってくれた方が、本当にそこの風景を見に行って、
ていただくと結構お話ししたりとか、うん、下手すると料理振る舞われたり結構多いですよ、うん、あーまあなって食ってるみたいな今までね結構もらったりしたあれなんですけど、うん、あそう、うん、そうまあ、やっぱりね、聞いちゃいけないのかなとか、うん、見ちゃいけないのかなとかそういうのもう取っ払って、うんうん、そうですねもう普通にもう、うん、行ってそう観光気分でもいいので行ってなんか、うんうん、お話しされても大丈夫かなとは、うん、中にはねそれで、うん、話してくれない方もいるね話しかけても話してくれない方もいらっしゃると思うんですけどでも大体は、うん、人とのこうつながりだとかにねこうちょっと希薄になってて、うん、あれな部分があるので、うん、ああなんか、うん、逆に飢えてる部分飢えてそうですね、うん特に漁村の漁業をやってる集落の方は男性もなんですけど女性はその仕事がなくなってやることがなくなって、まあ、この間もそういうお話聞いたんですけど要は今までその取れた海産物を自分なりに加工したりして観光客の方に出してたりとかあと振る舞ってたりとかあと自分でご商売なさってる方がそれがなくなってすごい張り合いがないっていうお話をされてたんですね、うん、だから一番そのなんかまあ議論やってる人に限らず、うん、なんか張り合いなくした方がすごい多いのかなと、うんうん、思いますねなんか今まで一生懸命自分が好きでやってた趣味だったり仕事もですけど趣味だったりとかがこう状況が変わってできなくなったりして今まで一緒にやってた仲間が亡くなったりとか遠くに離れて住んだりして、うん、一緒にできなくなったりとかそういう女性は特にそういう方が多いと思いますね、うん、だから、うん、なんかこう一緒に何かできる場もね、うん、やっぱ 誰かがねこう運動を取ってやればいいんでしょうけどなかなかね、うん、そうなんでなんか、うん、ボランティアさんの活動は今そういう方向に向いてますよね。真心ネットさんとかにね。あ、そうですね。うん。ボランティアさんでもそういうふうに。お絵描き隊とか、お花、はい、お茶っ子隊とか、はい。そうそう、僕が行ったところもね、結構そういうのいろいろやってて、うん、特に冬の間はそういうのね、一生懸命やってましたね、うんうん。それから、逆にこういうのは望まないっていうのは何かあるんですかね。その、被災者にこれはまずいよなとか、こういうのはあんまりやってほしくないな。親切なんだろうけどね、うん、まだこれは私が言っちゃっていいのかどうかあれなんだけど、まあ、個々の被災の状況が違うので、うん、一概には言えないんですけどもう物資の支援はもうなくてもいいんじゃないかなとは思いますね、うん、お店も再開してるし